この時計なんですけどもね、この10時と11時の間の時間がすっごいわかりにくい。はい、お疲れ様でございます。今回はこのわさびをハッピーターンに挟んで食べたら全然辛くない、そういう情報を聞いたんで、ちょっと実験していきたいと思います。噛んでない、今のは噛んでない、自分の中でギリギリセーフや。はい、それでは早速ですけども、こちらのハッピーターンにのわさびをサンドしていきたいと思います。ちょっと結構調子に乗って塗りすぎましたけども、一旦これぐらいで試してみます。なんとハッピーターンのこの魔法の粉みたいやつですね、これがコーティングして全然辛くないらしいですけども、ちょっとはみ出てきたか、大丈夫かこれ。はい、それでは食べてみます。あ、辛くない。マジか。すげえ。全然辛くないですね。このわさびがね、そんな辛くないかもしれないんで、ちょっと直接ですけどもね、ちょっと食べてみます。いや、辛いな。それは辛いわな。はい、こちらのパウダーなんですけどもね、これがどうもこのわさびをコーティングするみたいです。ついてる美味しさの秘密、パウダーキャッチ、多分これのことですね。パウダーポケットでハッピーパウダーをしっかりキャッチ、止まらない美味しさです。ハッピーパウダー、これですね。これ一袋 67g あたりエネルギー 358kcal。 全然関係ないんですけどね、ハッピーターン食べた後のこの手うまいですね。はい、というわけでわさびをハッピーターンに挟んで食べたら全然辛くない、これの情報は正しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。